よし、やっていきましょう。コープスパーティー、ブラッドカバーリピーティッドフィアーということで、はい、前回は、ゆかちゃんとね、サトシくんが、まあ、離れ離れになってしまったんですけども、このキザミくんっていうね、心優しい、頼りになる、青年と一緒にね、行動を共にすることになったんで、まぁ、ちょっと安心かなっていうのと、これじゃ通れないな。よし。こうやってサトシくんの時とはできなかった、こういったアクションをやってくれるっていうのが、非常にありがたい。すごい。まあサトシくんもね、頼りには、まあ、なるっちゃなるけど、華奢な部分があるんで、こういった、まあ、男らしいタッパなる男っていうのはいいですね。はい。でまあそう、普通だったら、まあ、謎解きをしなきゃいけないところなんだけど、もう俺は答えを知ってるので先に行きましょうか。ここもね、棚なんで。よし、刻みがいる状態だとこうやって棚が動かせるようになると。でね、ここだったはず。香りへ、床に染みついた緑の化け物に気をつけろ。これはあれですね、ダメージ床のところですね。ここで出会った霊能師が聖水を振った靴を置いていく。聖水を振った、なるほど、ゆかちゃんの聖水を靴にかけろと。そういうイベントあったっけ。手をつなげばそこにいる者全員があの化け物の呪いの影響を受けない。痛ましい死体を見るたびに心配で気が狂いそうになる。どうか死なないでくれ。机の下にぼーっと青色に光る靴が置いてあります。取りますか。これだね。え、普通のローファーな気がするんだけど魔除けの靴、普通になんか島村あたりで売ってそうなあ、どうぞ続きを引いてください。はい、オッケーオッケーオッケー。これで謎解き、まあ謎解いてないけどごめん、ここはメタ的な感じで、はい、まあ、あらかじめ知ってるんで。ここじゃないか、もう一個上か。というか森重はどこに行ったんだ。相変わらずね、人がいなくなったら引き始めるっていう。よし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 、これで上に行って緑のダメージ床を通れるようになると。聖水かけてあんの、大丈夫なの、もうかけてあんの。なくてもまあゆかちゃんの聖水があるけど。あれれ、おかしいぞデッサン用の石像の、あ、石膏の像が置いてあります。だよね。ん、どうしたんだい。気のせいです。完全に場所が移動されてる件について。お3、ごめんなさいもう解いてます、意味ないわ。だから順番的にこっちを先に見なきゃいけないんだろうけどな。はい、123って書いてあったのは全て、はい、あの音楽室の机の位置を表してるんですね。よく見るとなんかドクロっぽい、顔がドクロっぽい。お、クリスタル、封印破りの水晶、水晶塊、水晶コンどうしたんだいゆかちゃん。まだ我慢してんの、すごいね。逆にすごいよ、そこまで我慢ができんのか。なんだ、ひょっとしてずっと我慢していたの。なんか CV が杉田さんだからすげえ変態に聞こえてくるんだよな。あ、急ごうか。でもどこも使えなかった気もするけど。それな。ん、何何、書類、書類保管室。これチャプター3、3じゃいけなかったような気がするんだけど。え、待って、水晶、水晶どこで使うんだっけ。結界、結界破る水晶。
違う、降りるのがこっちか。ちょっとね、別館の方の構造が未だに未だにちゃんと覚えられてない。こっち戻ってきた。ちょっとセーブ入れよう。あれ、あ、できたできた。ちょっとね、やっぱあれなんだよね、フリーゲームと違ってちょっと接触の問題とかもあるから、若干ね、コントロールのあれと少しねラグがあったりとかするんだよね。逃げるときとか、追われたときの逃げる動作がね、結構ね、自分の思ってたよりもね、難しいというか、意図せぬような感じで動くんで、そのラグとの戦いでもあるんだよね。こう、あ、結界ってそれか？もしかして。よし、封印破りの結晶、コン塊が砕け散りました。入れそうだね。行ってくるかい？まあ、どうせないけどな。どうせ便器ないけどな。はい、行ってきます。じゃあここで待ってるからね。はい。刻み、刻みじゃないか。誰だお前。黒崎、お前も無事だったのか。あー、なんか探してたね、黒崎がどうのこうのって。死神かと思ってたわ。あー、よかった。すごい、なんか前髪まで逆立ってるけど、ワックスガッチガチにつけてんだろうな。やっと生きてるやつに会えたぜ。どこ向いて喋ってんだお前。くそ。参ったよな。校舎の外もすげえ深い樹海だしよ。外に出ると迷ってこの校舎に戻ってくることすらできなくなるらしい。怖いよな。一体ここはどこなんだよ、畜生。なんか人玉とかいるしよ。情弱ですね。さすがに小学校であるということぐらいは情報入手できんじゃないのか。もう帰れないかもしれないな、俺たち。お前見たか、隣の部屋で美月さんが死んでる。見たよ、二度ぐらい見たよ。ああ、見た。あれ見たっけ。ゆかちゃんの時に見た気はするけど、刻みと一緒の時は見てない気がするんだけど。俺ビビっちまってよ。人が一生のうちに目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。くそ。全国の JR で働いてる駅員さんに謝れ。美月さん、彼氏に四股かけられててさ、昨日そいつ振ったから朝から元気なかったんだよ。四股ってすげえな。だから俺授業中に面白メールいっぱい送ってやったんだ。高校生で四股できるって将来が有望すぎる。そしたら休み時間にめちゃくちゃキレられてさ。でも次の授業の時にありがとうってメールくれたんだよ。せっかく元気出してくれたのに。何、お前は美月さんが好きなの？あの子供の幽霊たちに殺されたのかな。でもなんかあれだよね、こっちの別館に来てからはその子供の幽霊とやらは見てないんだよね。あの渡り廊下のところで多分会ったのが最後だと思うんだけど。
キザミ、お前何すんだよ。本性を表したね。あ、すごいすごい、立ち絵の方もちゃんと血ついてる。すごいすごい、凝ってますね。有名なシーンですね。ここではあいつらに殺されるのも俺に殺されるのも同じだ。まあ、正直俺このゲーム初見の時もね、このキザミっていうもう名前の時点でやべえやつだなとは思ってたよ。何が優しい青年だよ、ふざけんじゃねえよ。刻む命とかもうまんまじゃねえかよ名前。どうせ死ぬんだからな。こいつも森重と同じ顔してやがる。さあゆかちゃんがピンチだ。一方その頃サトシ君、ここは、なんだ、どうしたんだ俺。おめえマジどこにいんだよ。気を失っていたのか。ゆか、ゆか、どこだ。ゆかは今危険極まりないお兄さんと一緒にいますよ。職員室、あ、ここ職員室か。ここ職員室にね、確かね最後の手記があったような気がしたんだよな。相次ぐ不祥事、問われる校長の責任、呪われた学校と揶揄、天神省でこれまで起こったずさんな、事件の数々、すさんなか。天神小学校で保健員謎の失踪、めっちゃベタベタ触られてますよ。血のついた手で愛おしそうに触った跡がベタベタと付着しています。愛おしそうかこれ。これ愛おしそうか。どういう感性してんのお前。これ読んじゃいけなかった気がする、これ読んじゃいけなかった気がする。確かどっち先読む、これ読むか。天神省連絡通信、部外者乱入、あ、侵入による自殺が昨晩発生、これで3件目となる。今回は隣県に住む72歳の独身男性。やべえな天神省、そりゃ廃校になるわ。猟奇実話、ルポー、実在する呪われた学校の過去を追った、キヒコーデイヤ。読んでみますか。読まないがデフォルトなのが怖いけど、まあ読もうか。犠牲者の手記ならじゃないならいいや。立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、お CV 付きっすか、ありがたいっす。警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明になっていた児童3名の亡骸と、殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児1名。そういえばなんか一人無事だったみたいな感じの記事が新聞で見たんだっけ、だってどっかで情報あったよね。そして血まみれのハサミを手に放心している同校の教員1名が発見された。1973年9月の18日、救出された女児の証言から追及は進み、男は女児を含む4名の児童の誘拐と殺害を認めたため、未成年者回収、殺害および死体損壊などの罪で送検されるも、刑事裁判にて心神喪失が認定され無罪、医療施設に放り込まれた。おっと、これは無罪。
まあね、頭おかしい人間がやったら無罪っていうこの日本の現状もね、ちょっとどうかなって思う時がありますけど、この犯人の局の男は同校教師で校長の子息であり、生来快活な性質であったが、ちょっとよく覚えてないんだけど、あれかな、こいつはヨシキを背後から鉄パイプでぶん殴ったあいつってことでいいのかな。起因する要素が全く不明の突発性の脳障害から年々教員として弁を振るうことが困難になっていた。事件の数ヶ月前より別の就職先を探す日々を続けていたが、よくそこまで調べ上げられたな。結果は芳しくなく、日中町内を所在投げにふらふらと歩いているところを何度も目撃されていたようだ、うん、男は入所後数ヶ月で看護医たちの隙をついて療養施設から脱走、天神小学校の地下室に入り込み首を吊って自殺した。なんでそこで自殺したんだろうな。この事件で殺された児童たちはほとんどが天神小の生徒たちだったが、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児は天神小の生徒ではなく、事件後他県に移っていったとされている。悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運はその後も収まらず、忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれた。そら廃校になるわ。当時60歳になっていた校長は自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り即死だったようだ。賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者、事件を生き残った赤い服の少女だ。これあれだよね、多分チャプター3の割と冒頭の方でサトシ君とユカちゃんが遭遇したっていう、遭遇したっていうか、まあ見ただけだけど、多分あの子だよね。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は始まったばかり。このまま追跡取材を進めてみたいと思う。続報に期待していてほしい。この事件、一人女の子が助かっていたのか。しかもこの写真、さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃないか。だよね。どうして殺されなかった子まで一緒にここに幽霊となって存在しているんだ。まあ、それが後々に分かってくると。DV カセットって何？他にもありそうね。え？呼ばれたけど俺先生じゃないっすよ。天神小学校閉校日決定1975年11月18日というか、見れんのこれ。閉じ込められたのか。大切な人を案ずる思い、それゆえ受ける痛みや苦しみは、いやというかお前どっから出てきたんだよ。いなかったやん今の今まで。どっから現れたし。死者にも生者にも隔てなく与えられる美しい聖魂。君は、死んだ魚のように目が濁っている。サトシ君たちっていうか、サトシってあれだっけ、初見だっけ。なんかもうなんかいろんなのと遭遇してるか分かんなくなるけど、多分サトシ君は初対面だよね。私はここで死んだ幽霊です。ヨシキとあゆみちゃんのパートで一回
で、そこで最初ファーストエンカウントで、であとあれか、ナオミとも顔合わせてるか。で、サトシ君は多分ここで初めてだよね。そうか。なんて言ったらいいのかわからないが、幸せと不幸は隣り合わせ。安易に幸福を得ようとするにはそれなりのリスクが伴うもの。ん？何を言ってるんだ？あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん？ああ、最後にみんなでやった失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。これね、誰かが。ちゃんと9回唱えた。幸子さんお願いします。9回だよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。そのせいで、いや、そうじゃない、違う、こんな事態誰かのせいじゃない。わざとかも。お友達の誰かが面倒で適当に唱えたか、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに。何がおかしい。誰も申告しなかったのでしょ。失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまうのです。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはずなのですけれど、あなたはまだ持っているようですね、おまじないの切れ端を。それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。そのすまない、俺急いでるんだ。妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。今やべえ奴といますからね、妹。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは人が人を思う気持ち、心。呪いって書いてまじないって読むんだよね。ここ本当コープスパーティーやって初めて知ったんだけど、おまじないおまじないって聞くとなんか聞こえはいいというか、なんか可愛らしいのイメージするけど、実際漢字に起こすとめちゃくちゃ恐ろしいよな。呪いって書くんだから。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強ければ強いほどまじないはパワーを発揮するのです。ブレンドムースホック。ん？熱い。待ってくれ、一体何をしているんだ。フリジでツインボール。体が焼けるように熱い。おい、やめろ、やめてくれ。ボールツインとフリジでホックマウススプレッド。私たちの邪魔をする者は許しません。苦しみ抜くといいわ。行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど。
ター4へ続く。Continue to fourth chapter. はい、ということで皆さんに悲しいお知らせがあります。とてもね、重要なことが分かってきて非常に、盛り上がってるところではあるんですが、なんとこのゲーム、ちゃんと公式のあの見解というかちょっとあれは分かんないんですけども、とある情報筋によりますと、どうやらこのゲームチャプター4以降の、実況動画を上げることを禁止してるらしいので、残念ながらこれ以降の、動画を上げることができません。はい。ただこれはネットで拾った文章なんで、正直これが本当のことなのか、実際に4以降上げちゃいけないのかっていうちゃんとしたことが分かってないので、現在このメーカーコープスパーティーを出している、5BP どこだっけごめん、っていうところに、ゲームズってところに、今、問い合わせのメールを送っております。はい。チャプター4以降の動画、今も上げちゃダメなのっていうことで。でね、正直申し上げるとですね、ちょろって調べたらね、YouTube の方にもニコニコ動画の方にもね、チャプター4以降の実況動画を上げてる人っていうのがね、結構な数いるんだよね。これが、ただ単にルールを知らないまま動画を上げてんのか、ルールを知った上でそれを無視してやってんのか、はたまた俺が知らないだけで4以降も動画化することが許されたのか、どこかのタイミングで、それを俺が知らないだけなのか、ちょっとどのパターンか分かんないんですけども、結構ね4以降、チャプター4以降の、ね、動画がねありふれてんですよね。ただ俺が昔聞いた限りでは確かねチャプター4以降動画が禁止だったような気がしたんだよな。ちょっとそこら辺に関してはまたちょっと今後のあれをちょっとまたね動画化して皆さんに報告しようと思うので、とりあえずメールの返信が公式から返ってくるのをちょっと皆さん待っていただければなと思います。はい。これでチャプター4以降やっちゃダメってもう公式から言われたらもうそれはもう絶対なので、はい、もう公式がダメと言ったらもうそれすなわち絶対なので、我々動画投稿者はそれを遵守しなきゃいけないので、はい、残念ながら動画を上げることはできません。もし許されたらもしかしたらやるかもしれないです。はい。で、許されなかったら動画上げてる人たちみんなルール守ってないクソどもってことなんで、皆さんは決してそいつらの実況動画を見てはダメです。見ないでください。はい。ルールを犯してる、ルールを守れないバカどもの動画を見る価値はないし、見てはいけないです。はい。再生数も与えちゃいけないです。で、そうね、どうせそいつらのとこ行くんだったら、アンチコメントを残すのではなく、悪口を残すのではなく、報告をポチッとしといてください。はい。ただ、まだわかんない。まだわかんない。まだわかんない。そいつらが、白か黒かっていうのはまだわからないです。今後、俺が送ったメールに、公式がちゃんと返してくれたら、それでわかるので、それまではちょっと待ってください。その報告の動画は後日改めて俺が、上げようと思うので、それまで待っていただければなと思います。とりあえずチャプター4は現時点では多分取ることはできないので、ここまでの実況とさせていただきます。コープスパーティーの実況は。はい。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけども、コープスパーティーブラッドカバーリピーティッドフィア実況プレイ、とりあえずここで完結とさせていただきます。今後についてはまた追って、動画で話していこうと思うので、どうぞよろしくお願いします。はい。っていうわけでコープスパーティーブラッドカバーリピーティッドフィアの実況でした。それでは。